どうも大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。さあということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の、音楽やアーティストを中心に僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといった、チャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いでございます。はい、ということで今回なんですけどね、タイトルにもある通り尾崎豊さんについて喋るんですけども、まあ今回はその尾崎豊展っていうのがですね、あってですね、それに僕初日にね行ったんですよ。でまあそれについてお話しようと思うので、めちゃくちゃ今日はゆるい動画になると思います。今までのようにね、これまで尾崎豊さんの楽曲取り扱ってきたりね、それ以外のアーティストの楽曲取り扱ってきたり、アルバムをね解説したりとか、そういう詳しい解説、アルバム曲の解説とか、歌詞のこう文学的にこう考察するとか、そういうんじゃなくて、まあ、今日は僕の大好きな、まあ、このチャンネルでもよく紹介してる尾崎豊さんの亡くなってから30年ということで開かれた、この、尾崎豊展というイベントに行ってきて、まあすごかったよっていう、なんか一ファンとしてのなんていうかな、解説とかじゃなくて感想というか、まあのろけ話みたいな感じでまあゆるーく聞いてもらえればななんていうふうに思うんですけども、一応これはまあ4月4日までやってますので、まあネタバレになっちゃうっていうかね、あれなのであんまりこうまだ何も知りたくないという方は見ない方が、いいのかなと思うんですけども、まあただただ僕ののろけ話を、させてもらうっていうか感想を話すっていうね、まあそういう動画になりますので、もし興味ある方は見ていただければなと思うんですけども、まあ尾崎豊さんといえば、92年に亡くなって、それから、まあ30年、経つわけでございますけども、まあねこの時期にですね、同時にですね、生前最後に開催したまあバースツアーというか全国ツアーのライブ模様を、まあ、収録した、まあ、そのライブのベストテイクを収録した、まあ、ラストツアーアラウンドジャパン豊尾崎という、まあ、アルバムが、まあ、リリースされたというのもあってですね、まあ、ある意味そういった記念的な時期でも、まあ、あるわけですよね。このアルバムはですね、まあまあ、バースツアー、まあ、有名な、91年の、バースツアーとアリーナツアーですよね、91年の、まあ、バースアリーナツアー約束の日ザ・デイというこのツアーの55公演の中からのこうベストテイクを集めたっていうね、アルバムになっていてですね、まあその須藤明さん、プロデューサーの須藤明さんなんかの音源をですね、まあそれをまあそのまま、出しましたという、まあそういうアルバムがまあ出されたという、まあそういうね時期でもあるんです。でそれにまあ伴って東京と、まあ他にもまた全国を回るということなんですけども、まあ今、東京で言うと松屋銀座、銀座にある松屋っていうビルの8階の、イベント、のところでですね、展覧会尾崎30ラストステージ尾崎豊展というね、まあ展覧会が、ありまして、それにまあ行ってきたと、いうことでございます。まあね、というか僕のもう率直な感想を言わせてもらうと、なんていうのかな、こんな貴重なものをこんなに手軽でこんな至近距離で見られるんだっていうこの喜びですよね。まあファンとしての喜びでもあると同時に、やっぱりですね、まあ曲が好きなだけあって、まあそのまあいろいろね展示されてるものいっぱいあるんですよ。例えば、そのもう書き殴ったノートであったりとか、レコードの時のこう歌詞カード譜面であったりとか、あとセットリスト、あとまあ尾崎豊さんが実際に使ってた、ギターであったりとかね、まあそういうのを実際に生で見れちゃうんだ、こんな至近距離で見れちゃうんだっていう、ものすごく尾崎豊というものを近くに感じたというかね、実際にこうなんか尾崎豊さんが触れたもの、書いたものっていうものを間近で見ると、よりなんかまあライブに行った気分というか、リアルな尾崎豊をこう垣間見えたという、まあそういうね、なんかこうほころびとか、そういうちょっとこうエクスタシーが走るような、まあそんな、展覧会でした。グッズもね買っちゃったんですけどね、なんかね展覧会終わった後いっぱいグッズあってですね、これ全部欲しいけどこれ買ったらもう来月生きていけないなっていうね、そういうあれの中で行ったんですけどね。今ここにあるものだとこれとか、こういう、まあ置物とかね、あとまあ、あこれもあった、マグカップっていうんですか、尾崎30ラストステージってね、そしてあとまあこれも木の置物なんですけど、アルバムの、ジャケットになってる木のこれが残り何個みたいになってたんでね、なんか衝動的に買っちゃったりとか、まあ、他にも買ったんですけど、クッションとかね、非常にまあ、素晴らしい、展覧会でございまして、やっぱりこれまあ、須藤明さんが、まあ、このアルバムもそうなんですけどね、新しいこのライブのアルバムもそうなんですけども、まあ、須藤明さん自身も実際にこの展覧会っていうのは、まあ、最近この尾崎豊さんが亡くなって30年というこの月日の中で、まあ、尾崎豊さんを知らない若い世代、まあ、僕もそうかもしれないですよね、世代的に言うと、まあ、僕はまあ、もうちっちゃい頃から尾崎豊さんずっと聞いてたんであれですけども、
まあ、僕ら世代ですよね、尾崎豊さんをそんなに知らない人たちが、まあ、増えてきたと。で、そんな中で、こう、動画であったりとか、親の影響であったりとか、そういう風に、まあ、尾崎豊さんを知っていって、尾崎豊って一体何者なんだっていう若者が増えてきたと。で、そんな中で、尾崎豊とはという若者にぜひ見てもらいたいという、まあ、そんな、思いがあって、そういう流れで、まあ、時代の流れ的にも尾崎って、すごい歌書くけど、どういう人みたいな、そういう流れが出てきて、それでまあ、開催したということを言ってるんですよね。うん、やっぱりもう僕は本当、尾崎豊さんの歌っていうのは普遍性があると思ってるので、これはもう世代を問わないっていうのはね、まあ、いろいろと僕動画の中でもいっぱい言ってるんですけども、まあ、歌詞を考察したりしていく中でね、うん、まあ、だからそういう時流があってね、なんかやっぱり、須藤明さん言ってたんですけど、なんか、亡くなってから20年経った時と、まあ、30年って、この20年の時と30年の時で全然やっぱ感覚が違うみたいなことを言ってましたね。うん、だからこそもこの30年っていう節目だから、まあ、イベントやるみたいなね、そういう話も、してましたね。どんなものがね、飾られていたのかというか展示されていたのかっていうね、まあ、さっきも、言ったんですけども軽く、まずね、もう入ってね、僕個人的にもう覚えてる範囲で言うと、学習机がドーンとあるんですよね。でっかいちょっと黒みぬがかったね、学習机。まあ、それがですね、まあその初期の作品を、まあこの机で書いたみたいなね、ことで、まあまさに尾崎豊さんと、共に過ごしてきた学習机があって、そこにこう傷跡でこう文字が書いてあったりとかね、なんかそういうのとかがね、良かったなと思います。あとね、僕的にあとその歌詞とか、まあその日常的に考えてることっていうのをこう書き溜めてたノートですよね。そういうのが展示されていたりとか、なんかこういうノート見ると、まあね、僕ともちろん尾崎豊さんっていうのはもう天と地の差があるんですけども、まあ天と地の差というかもう到底及ばないんですけども、なんかこうその曲を書く人間書かない人間とかうんぬんじゃなくて、なんか日々思ったことをこうガーッと書くってことをよく僕は音楽やるやらない関係なくよくやるタイプなんですよね。自分のなんかちょっとしたことですよね、日記ともまた違う感情のこうなんかライティングっていうんですか、自分もそういうのなんかノートとかに書いてたんですよ。なんかそこの自分とやっぱそれを比べちゃうんですよね。だからその尾崎豊さんというそのなんていうのかな、伝説でもあり、まあ音楽性も素晴らしい、そしてまあカリスマでもありという、まあ才能あるという、まあスーパースター、そういうイメージから、なんかそういったこの初期の頃書いてたノートを見ると、なんか勝手にね、個人的にすごく近しい存在に思えてきたりとかっていうのがね、感じれましたね。あとね、僕的には良かったのがですね、ギブソンのですねセミアコなんですよね。これは尾崎豊さんのまあ、なんか自宅でデモテープを作るときに使われてたっていうね、ギターで、それでこのギターは今須藤明さんの元に渡ってるらしいんですけども、その当時その30年間弦が張り替えられてない書いてたんですよ、その展示物の説明のところに。でこれ見たときちょっとなんか鳥肌が立ちましたね、あまりにもリアルすぎてっていうか、30年、張り替えてない尾崎が使ってたときから張り替えてないっていう、この事実ですよね。弦を張り替えてない。なんかちょっとこう、心の中で小さく身震いしたというか、ちょっとオーラみたいなものを感じましたよね。なんか言葉足らずで申し訳ないんですけども。でも本当率直なね、これはもう本当に率直な感想で言うと、何を思ったか、大勢秋葉はそこで、触りたいと思ったんですよ。もちろん触るわけないんですよ。触るわけ絶対ないんですけども、触りたいなんなんて思っ勝手に思っちゃったりね、スタッフの人はいいな、これ触れんのかなとか思ったりとかしたっていうね。まあそういうことで、まあ須藤明さんもね、その、ね、なんか30年以上弦張り替えてない理由としてはね、なんか、弦張り替えると何かが失われるような、気がするみたいなこと言っててね、なんか、すごい、そのなんかわかんない、尾崎豊さんが握ってたその汗とか、そういうものとかもなんかね、直感的にこう、ふわっとこう感じる部分がありました。ごめんなさい、これのろけ話なんで。とですね、まあ有名なですね、まあフェンダーのですねテレキャスイエロー、まあこれもね、見れたの良かったなと思いますですね。なんかプライベートスタジオというか、自分の家でデモ音源作る時の、まあ尾崎豊さんのプライベートスタジオの再現みたいなのもあって、まあ、なんかテープレコーダーみたいなのとかね、あと有名ななんかよくライブパフォーマンスでこう
ね、上に乗ってたそのピアノとかね、あの尾崎さんが上に乗ってたピアノとかね、あの卒業の歌とか、なんかその映像とともにそのピアノがドカンってあって、うわこれ弾いてたんだみたいなね。あとね、まあレコーディングのまあその譜面とかですよね、歌詞カードもそうなんですけども、譜面とかそういうのも展示され、これめちゃくちゃ貴重だなって思ってですね。でも僕はもうね、もうめちゃくちゃ見ました。こう歌詞カードとかも書いてて、こうなんか隅っこの方にこうメモ書きとか暗号とか、なんか矢印でこう引っ張って、こう何かこう歌詞の順番とかね、なんかそういう細かい、こう逆にその歌詞の内容というよりかは、逆にこの端っこに書いてるちょっとしたこうメモ書きとか、何を思ってここにちっちゃくメモ書きしたんだろう、これはこの記号何なんだろうとか、あとその歌詞も筆跡というか筆圧、あこの言葉に力入れてたのかなとか、多分そんなこと思ってもないのかもしれないですけど、なんかうわここにすっごい力こもってる、うわこのあっていう言葉のここの羽がすっごい力こう、なんかあったのかなとかな、もうすごいこうもう壮大な妄想にふけるみたいなねそういうのとか感じれましたね。あとまあセットリストとかね、あのステージで利用したセットリストとか、あとまあライブ映像もねあったりしましたし、僕的にその歌詞カードで印象的だったのは、あのフォーゲットミノットの歌詞カードとか、あとドライビングオールナイトとかね、すごい、まあ I love you もそうなんですけどもね、もういっぱいいろんな曲あるのでね、皆さんもこれ結構時間かかりますよ、これ見るの。僕みたいにいちいち細かいこと気にしてたらかなり時間かかると思うんですけども、あとね、なんかあのペンキをかぶるので、あの有名なですねフリーズムーンっていう曲の MV で使ってた、あのペンキかぶったスニーカーとかサングラスとか、そういう貴重なのとかね、とまああのプライベート写真なんかもあったりとか、備品というかね、尾崎さんが使ってたものとか手帳とかね、うん、なんかそう、あと落書きとか、なんかそういうのもいっぱいあるんですよね。あと衣装ですよね。これもすごかったっすね。まあライブ衣装も見入っちゃいましたもんね。あの赤シャツにこう銀色のジャケットのやつとか、あとなんかこうアロハっぽいシャツのやつとかね、真っ白いジャケットとかね、すっごい細かいとこまで見ちゃいました。このシミなんだろうとかねなんかもううわここ縫い目があるとかね、なんかすごい見ちゃいましたね。まあそういう本当になんか尾崎豊さんを感じる、まあイベントだったんですけども、須藤明さんがそのなんかイベントの開催にあたって、なんかイベント会場の前で動画でね、なんか喋ってた、息子さんと喋ってた、映像があって、その中で言ってたんですけど、尾崎豊さんはこうなんか、まあ反核とかね、反戦とか、まあそういうテーマの曲、そういうのがまあ後半なんかでもまああるけども、尾崎豊さんはそういった世界情勢っていうよりも、まずは目の前の人を愛するということをまあなんか言いたかったんじゃない、それが尾崎イズムなんじゃないかみたいなことを確か言ってた気がして、こっからはちょっと僕なりのちょっと、自己陶酔感の中でお話しさせてもらいますけども、ちょっとざっくりとしたテーマなんですけども、僕は尾崎豊さんの楽曲を最初に聞いたのは、父親の車の中だったんですよね。中学ぐらいの時かな。まあ尾崎豊さんにハマっていろんなアルバムを聴き漁ってた、学生時代だったんですよ。まあ今24なんですけど、まあその中学生の当時の僕っていうのは、なんて壮大なテーマを書く人なんだろうなっていうことを、まあ、漠然とやっぱ思ってたんですよね。愛とか、まあ、世界平和とかね、絆とか、うん、まあそれこそ、反戦もそうなのかもしれないですけども、なんて壮大なことを、書く人なんだろうと、個人的に中学の頃思ってたんですよ。高校になり、そして二十歳を超え、恋愛もしてきて、友達もできて、失敗することもあって、社会にも出て、そんな中で年を重ねるごとに、すごく尾崎豊さんが言ってることっていうのが、より身近なことというものがわかると思ってきたんですね。何を言いたいかというと、例えば尾崎豊さんが反戦反核を歌っている、例えば核コアっていうね楽曲なんかからも言ってますけど、反戦反核一体何ができるのだろうかとか、そういうこと言ってますよね。あれはだから僕的には反戦反核というものの名のもとにおいて、ただね、さっき須藤明さんが言ってた通り、愛するということ、目の前の人を愛するというところから始めたいという尾崎豊さんの、まあ、そういった思いの僕は結晶だなと個人的には解釈してるんですけども、僕自身にこう置き換えた時に、まあ今それこそ、ロシア問題とか社会情勢がいっぱいある、核がどうとかっていうふうにも騒がれている、でそんな中で
他人の目を気にしてしまったりとか、もっと壮大な世の中であったりとか社会っていうものにやっぱり大人になるにつれて目を向けるんですよね。そうなってきて、僕はもうなんか自分でなんか何者かになりたいとも思っているし、社会の中で大きくなりたいとも思っているし、世界というものをもっと知ってる人間になりたいっていうことも思っている。世の中の自分の視野を広げたいなとも思ってるんですよ。今僕がやってることとか僕の仕事とかっていうのも忙しい日もあったりとかして、いろんな人とのなんか友達であったりとか、いろんな人を結構遠ざけてる自分もいたりするんですよね。仲間であったりとか愛とかそういったものではなくて、もっと俺は社会の中で活躍する人間になりたいし、社会のに揉まれながらも何かことを成したいというすごい強い願望があったんですよね。でそういう風にやってくって、僕ある時すっごいそれに疲れちゃったんですよ。今もそうなのかもしれないですけども、人が徐々に遠ざかるっていうのもなんとなく分かってるんですよ。なんか自分の中で仲間とか愛とかっていうのは大事だと思いながら、どっかしらやっぱ遠ざけてた部分があるんですよ。そんなのよりまずは俺がまず大きくなることなんだ、それをそんなことよりも今社会に目を向ける時なんだ、もう大人なんだみたいな、そういうことを考えてて、それで走ってきて、ある時ふと疲れてしまって、ものすごくなんか寂しくなってしまった時があったんですよね。友達とかもうなんかそんなのにいちいち固執してらんねえやとか、もう愛とか恋とかそういうのに俺は溺れてるような人間じゃねえんだ、俺はもっと上を目指さなきゃいけないってずーっと思ってて、その一心でやってきたけども、やっぱりある時寂しくなってしまったんですよね。無気力になって心がポカーンと穴が開いてしまった、今まさにそういう時期でもあったりするんですけども、それでものすごくうつ病のようになりかけたんですよね。もうダメだ、なんで俺はこんなに寂しいんだろう、今まで頑張ってきて殺意を感じるようなあのすごいこう鋭い目で尖ってきたのに、なんか寂しいんだと思ってきたんですよ。でその時僕尾崎豊さんをもう一回ね、まあ、今までずっと聞いてきたけど改めて詞を解釈しようと思って聞いたんですよ。そしたらやっぱり尾崎豊さんが歌ってるのって、目の前のことを愛するとか、目の前の人を愛するとか、そして愛されたいであったりとかね、ものすごく身近なことを語ってたんですよね。まずは目の前の人を愛そうよっていうテーマだったんですよね。僕があの怪奇戦っていうアルバムを紹介した時にも喋りました、シェリーという楽曲で、この曲をもう一回聞き直して弾き語りで自分でも歌ってみて、なんかやっぱりそこにはこう寂しさもあるけども、愛する、人を愛する、誰かを大切に思う、誰かを守る、誰かに守られる、誰かに愛されるっていう、ものすごく人間として基本的なことだと僕は歌の中で感じたんですよ。で僕が忘れてたのも、やっぱりものすごい基本的な人間関係を僕もないがしろにしてたんだなって個人的に思ったんですよね。でなんか尾崎豊さんを聞いてて、いても立ってもいられなくなって、もっと僕は身近なその友達とか家族とかをもっとなんかちゃんと愛おしく思ってもいいんじゃないかな、もちろんそればっかに依存するのは良くないけども、なんかその自分ばっかだったのが、他人にちょっとこうやっぱり愛を与える、愛されるっていう、そういう基本的な人間関係をないがしろにしちゃやっぱいけないんだなってことに、個人的に気づかされたっていう、そういうことが、ありまして、今回のこの展覧会にもすっごい話脱線しちゃったんですけども、まあ、今回のこの展覧会に行ってね、僕が個人的にこう思ったというかのが、ものすごいやっぱ尾崎豊さん身近に感じたんですよね。やっぱりこの今までの、イメージとしてあった、まあ、カリスマ、天才、伝説、神とかね、そういうイメージが、まあ、もちろんそういう要素あります、尾崎豊さんそうです、神です、だけどもより身近になったというか、やっと自分ごとに落とし込めた。展覧会に行って書き殴ったノートを見て、ちょっとした筆跡を見て、尾崎豊さんのプライベートの笑っている写真を見て、尾崎豊さんの弾いてたギターを見て、そんなことをですね身近に感じたんです。ものすごい身近に、もう何にも変わらない一人の青年としての尾崎豊というものを、アーティストとしての尾崎豊っていうのも見えたけども、僕はもっと深いところで、もう一人の青年として、一人の青年、そして一人の20代の男性としての尾崎豊さんが見れた気がするんです。それが僕は今回尾崎豊展に行って、あのリアルな貴重な品々を見て直感的に感じたことです。まあすごい長くなってしまってごめんなさい、話も脱線してしまいましたが、なのでですね、ぜひ皆さんもね、あのファンの方でもそうです、やっぱ僕は知らない人こそ行ってほしいと思いました。尾崎豊って何者っていう人にこそ行ってほしいと思いました。ということで今回はのろけ話になってしまいましたけども、ぜひ皆さんも行ってみてください。ということで今回以上です。ありがとうございました。